皆さんこんにちは、リーナと申します。今回は以前出したことあるんですけど、女優の新垣結衣さん風メイクをしていきたいと思います。前に YouTube で出した新垣結衣さん風メイクが逃げ恥の時のみくりさん風っぽいこうメイクの動画だったので、 TikTok にロングヘアバージョンの新垣結衣さん風メイクをアップしてみたんですけど、その時の投稿がね結構人気でリクエストもねたくさんあったので、今回また詳しくメイク解説をしていきたいと思います。ちなみにですね、実は本日ちょうどフジテレビの爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦っていう番組で、少しだけなんですけど新垣結衣さんのそっくりさんっていうことで一応出させていただいていて、でそれで私はなんか元が似てるっていうよりかはメイクで似せているので、正直ねこの企画に出ても大丈夫なのかなって不安で、実際収録に行ってリハーサルでこう画面映りを見た時に、多分これは私の骨格の問題なんですけど、照明の関係でどうしてもアイメイクをすると目元が実際に見るよりも画面映りの方がすごく濃く見えてしまうっていうプチハプニングというかちょっと予想してなかったことが起きてしまって、アイメイク一回落としてみましょうってなりましてそう、なんかモノマネメイクで出るならまだこのメイクをしているっていう自信がある状態だったらよかったんですけど、結果的にこの涙袋の影だけ描いて他のアイメイクはしないっていう感じで出ることになってしまってモノマネメイク系としては結構本末転倒みたいな感じなんですけど、なのでまあ正直自分の中では新垣結衣さんのそっくりとして出てるってよりも結構自分のままの顔で出てるっていう感じだったので、ちょっとここを納得いくようにどうにかしたいなと思って、で実際テレビを見た方ももしかしたらやっぱり全然似てないじゃんってなっちゃうのも分かりますし、そうなってしまった時にそのままで終わらせてしまうのは自分の中でも悔しいなって思うので、このタイミングでね2本目の新垣結衣さん風メイクの動画を出させていただきたいと思います。もうね言い訳に必死みたいな感じになっちゃってるんですけど、ちょっとねメイク頑張っていきたいと思います。それでは早速どうぞ。はい、早速メイクを始めていくんですけれども、まずはですねお洋服もちょっとね色味をアイスブルーみたいな服を着ていて、これが理由がありまして、新垣結衣さんはブルベ夏と言われていて、こういう明るい系の青みのあるカラーが似合うっていう風に言われているので、なので洋服もねブルベ夏っぽいブルー系のね薄めのトップスにしてみました。ちなみに TikTok の時もこの洋服を着てます。軽くねスキンケアをしていきます。モンジョンヨのモイストアップレディースキンパック、肌の方で鎮静させていきます。これね大好きでリピートしてます。伸ばして、なんか多分暖かくなってきたからなのか、結構ね最近毛穴の開きがひどくて、しっかり鎮静してお肌をひんやりで毛穴を引き締めてからメイクを始めたいと思います。リップ VT のシカナイトリップマスクで、そのメイク前にたっぷりめに塗って唇の角質をケアをねしていきます。さあまずベースからやっていきます。ベースはまず少しだけね肌の赤みが気になるところを、このキャンディードールのブライトピュアベース CC ミントを使って赤みをね少し抑えていきます。小鼻の赤みと頬赤みを抑えたら、エスプリークのコンフォートメイククリーム、色付きの美容クリームですね。これがなんかめっちゃ良くて、全然崩れにくいし毛穴もぼかしてくれるんで、2年前から結構愛用してるんですけど、エスプリークはね新垣さんもモデルをしているんですけど、これだけだと少しちょっと色味が濃いめなので、これをパール1つ分ぐらいと明るくするためにこの VDL のカラーコレクティングプライマーのローズを混ぜます。まあコンフォートクリームよりちょっと少ないぐらい、そしたら結構ピンク寄りの明るめの下地が出来上がるので、これをのせていきます。こうポン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 と目のくすみも飛ばしていきます。はい、こんな感じでピンク系の下地を混ぜてピンクっぽいトーンに仕上げていってます。ファンデーションもねモンジョンヨのフィッティングクッショングローの01番ペールピンクを使っていきます。これは薄く重ねていくんですけど、顔の中心部だけに薄く塗り広げていきます。そしたらパウダーを塗る前に軽く青み系のピンクチークを仕込んでいきます。クリームチークですね、フィリのブラッシャーメロハイキーハピネスっていう03番の青みピンクです。結構濃いめの青みピンクなので軽くのせていきます。指に取ったら目の下指1本分開けたとこぐらいのこの辺りに軽くのせていきます。血色を仕込むみたいな感じですね。こんな感じです。パウダーもモンジョンヨのフィクシングブラーパウダー01番のプレーピンクを使っていきます。
で、ちょっと私はね、開き毛穴が先気になるって言ったんですけど、毛穴が気になるので、ミュライスのヨレンパウダーサラポーカバーの方を使っていきます。私が大好きなニッポンさんがプロデュースしているコスメなんですけど、これが本当にね、毛穴を綺麗にぼかしてくれるので、これをピンポイントで気になるところに使っていきます。頬の部分と小鼻、あとはこの眉間のおでこの部分ですね。さあ、ノーズシャドウを入れていきます。キャンメイクのシェーディングパウダー04番をブラシに取って、新垣さんの方が私よりも小鼻がこうシュッとしているので、鼻先を中心に影を入れていきます。鼻先はこう U字に入れたら、そのまま軽くこうここに三角っぽく影を入れるようにぼかしていきます。外に。で、この鼻根の部分はあまり濃くなりすぎないように軽く影を入れていきます。こんな感じです。したら鼻の下と唇下で、こういうちっちゃい平らなブラシにシェーディングを取って、この人中の溝を結構しっかりめに深めていきます。はい、こんな感じです。したらフェイスラインもしっかりねシェーディングをしていきます。今ね、色の差がすごいので、後で首にもねトーンアップクリームを塗っていきます。で、ハイライトもね、ミュアイスのうるみハイライター02番の桜ベールを使っていきます。これもピンク系のハイライトです。結構指でね取ると分かるんですけど、密着力が高めというか、こうちょっとしっとりめのハイライトなので、指でのせてねピンポイントで高さを出していこうと思います。まずは鼻先と軽くくるくるっとのせます。すごい、この目と目の間、眉間の部分軽くポンポンポンと乗せていきます。こんな感じです。この眉上の部分と眉下と、この目の下、この頬骨の C ゾーンと唇山と顎、口角にも入れていきます。で、軽く乗せたいところはブラシで取って、この目頭から斜め下に向かってと目の下、こんな感じです。そしたら眉毛を描いていきます。眉毛はアディクションのマロンを使っていきます。で、あんまり新垣さんは眉毛が眉尻が長いイメージはないので、眉尻短めに平行眉で描いていきます。下側を足していくイメージで、私よりも新垣さんの方が若干球心寄りというか、目の距離とか眉毛の距離が少し近いので、眉頭は描き足していきます。パウダーで埋めていきます。で、アイメイクに入る前にビューラーでねまつ毛を上げていきます。まずこのラカのモノアイシャドウ909番をベースとして使っていきます。これをねふわっとした大きめのブラシにとって、目元全体にのせていきます。ナチュラルな感じに目元全体がトーンアップされるかなと思います。そしたら次に U ピンクのシャインオンステージアイパレット01番を使っていきます。この下の2色を混ぜてとって、目尻の影を描いていきます。濃くなりすぎないように、黒目の外側から目尻の三角ゾーンを軽く、こう濃く入れすぎてしまうと目元が濃く見えてしまうので注意しながら、ピンクブラウン系で今回は入れていきます。したらそのままちょっと目の印象を内側に持っていきたいので、同じカラーで目頭側に影を入れていきます。こんな感じですね。したらそのまま目の際も軽く埋めていきます。で、目尻にも軽くふわっと入れていきます。少しこの二重線をくっきりさせるようなイメージで、こんな感じです。この薄いピンクと濃いピンクを混ぜて取って、これを涙袋全体的にのせていきます。軽く。で、このハイライトカラーを指に取って黒目上にのせていくんですけど、この時も黒目真上っていうよりかは目頭側寄りにのせていきます。こんな感じで、こんな感じです。目
ボンジョンヨのドローイングライナー02番のブラウンを使ってほんの少しだけねアイラインを引いていきます。本当に5ミリぐらい。そしたらまつげの間を埋めていきます。で、右目だけ二重幅を少し広げます。広すぎない平行二重にしていきます。使うのはルドゥーブルです。この締め色を平らなブラシに取って目頭側のアンダーラインを入れていきます。ここにね、影っぽく入れることでまたこの目を球心寄りに見せていきます。このまま涙袋の影を描いていきます。目頭側からしっかり目に描いていきます。この目尻の影と涙袋の影がこう軽く重なるような感じでぼかすとナチュラルな感じになります。そしたらこのまじょまじょのゴージャス姉妹を涙袋に入れていきます。目頭切開ラインを結構しっかりめにね描いていきます。こんな感じ。マスカラはアンドバイロムアンドのメローボリュームマスカラ BK01 番を使います。ティッシュオフしてから濃くなりすぎないように。ちょっと一回髪の毛を整えていきたいと思います。で、チークをねまた調節していきます。こちらがラカのラブシルクブラッシャーの707番のスイートです。ふわっとね重ねていきます。ユーピンクのアディクトメロリップの01番チェリーを塗っていきます。軽く内側中心にまず塗っていきます。な感じで塗れたら指で周りをぼかします。はい、こんな感じで新垣結衣さん風メイクの完成です。いかがでしょうか。前に出した動画に比べて結構本当に全体的に青み寄りのメイクで、さらになんだろう、ちょっと涼しげな感じのメイクに仕上がってるかなと思います。本当はね髪色ももうちょっと意味のない感じのダークブラウンとかにできたらよかったんですけど、ちょっとね髪色すぐには買いに行けなかったのでこんな感じです。ポイントはやっぱり目元のアイシャドウを濃くしすぎないところ。濃くはしないんですけど、少しでもねちょっとこう遠心っていうよりかはもうちょっと球心っぽく見せるために目頭側のメイクをポイントにしてます。結構本当にナチュラルメイクなんですけど、盛るところはしっかり持っていて清潔感のある感じで清楚っぽい感じなので、デートメイクとかにもおすすめかなと思います。テレビに出た時よりもねちゃんと新垣結衣さん風になってればいいんですけどどうですかね。やっぱりねこう自分のためだけに環境が整ってる状態の方がモノマネメイク、もちろんそれはうまくできるんですけど、どんなところとかどんな環境に呼ばれてもしっかり皆さんからね、わーすごい似てるって言っていただけるようなモノマネ風メイクができるようにね、たくさん研究をこれからもねしていきたいと思います。最後までご覧くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。